どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日は、乃木坂46の白石麻衣さんについて調べていこうと思います。なんでかって言いますと、まあ、アイドルってね、すごい大変じゃないですか。まあ、僕も芸人として、いろいろ大変でしたけど、それより比にならないぐらい大変だと思うんですよね。なので、いろんなアイドルの方もいますけど、しきたりとかね、いろいろ大変だと思うんですよ。で、そんな中、その白石麻衣さんが、まあ、どういう人なのかなって気になっちゃったもので、今日は、白石麻衣さんについて調べていこうかなと思っております。まずですね、白石麻衣さん、1992年8月20日、獅子座ですね、見ていきたいと思います。白石さん、どういう方なのかなって見てみますと、リーダーシップがあって、存在感を出しながら、グループの中で主人公として頑張ろうっていう感じですね。で、ずっと主人公のまんまっていう方ですね。頑固でプライドが強くて、自分はまだ余裕だよみたいな感じを見せます。例えで言うなら、フルマラソンを走って疲れてるのに息を殺しながら呼吸して、いや全然まだ走れますよみたいな感じ。いますよね、そういう人ね。なんか疲れてる感覚っていうか感じを見せたくなくて息を殺してしまう人、そんなタイプなんじゃないかなと思いますね。曲がったことを嫌います。悩みとかも言えないし見せないです。隠れて努力するっていう方ですね。だから呼吸を殺すんですよ。で、見られるのが嫌なんですよ。努力をバレたくないっていうタイプでして、まあ鶴の恩返し的な感覚ですかね。隠れて旗折りをして見られると猿みたいなね、鶴の恩返し的なもんかなって思いましたね。いいね私みたいな感覚で、まあ自惚れっぽいところもありますし、それによって自分自身や自分の作品が評価注目をされることにやる気が出るっていう感じですよね。まあそんじゃなきゃアイドルなんて仕事やれないですもんね。本当大変だと思いますよ。写真を撮るのがすごく上手な方なんじゃないかなと思いますね。 SNS とかインスタグラムとか、アングルとか光の加減とかね、バランスとか気になりだしたら、もうこだわるとこまでこだわるっていうタイプだと思います。だからちょっとね、写真のシャッター切るまでが長いんじゃないかなと。こだわりはね、大切にしてますよ。で、持ち物とか身につけるもの、柄物はね、派手でエレガントなものが好きだと思いますね。シンプルも悪くはないんですけど、どちらかというと色や柄で主張するものが好きなんじゃないかなと思います。口には出さないけど、これが私みたいな感覚ですかね。うん。プレゼント好きです。もっと言うと、サプライズされるとめっちゃ喜ぶと思います。弱いというかね、サプライズに弱いというか、めちゃくちゃ喜ぶタイプだと思いますね。例えばね、これ前に言ってたやつ、たまたま見かけたからあげるよ、みたいな感じの軽胸キュンみたいなね、感じかな。で、また自分の好きなものに所有欲だとか収集癖もあると思いますね。お役立ち情報なんかはすごく好きで、細かいというかチェックすると思いますね。頭の中で整理つけてる時が楽しい時間かもしれません。これやって、次これやって、ああどうしようとかね、悩むけど楽しいなみたいな、そういう感覚を持ってるかもしれないですね。何があっても自分のバネにすると思います。じゃなきゃね、保てないですよ、アイドルっていう仕事はね。家からコンビニに行くにしても、ちゃんと
着替えないと気が済まないと思います。トレーナーとかね、部屋着でコンビニとかなんて絶対行かないと思いますね。ほんと親友がコンビニで、まあ、店員さんやってて一人の時間で行けるっていう時じゃないと、特別なね環境とかじゃないと、まあラフな格好では出かけたくないというかね。でもっと言うとパートナーにもそうさせたいと思います。てかさせると思います。100歩譲って自分はいいけど相手にはちゃんとしてほしい欲というか、言い方を変えると私のアイテム見て素敵でしょみたいな、一緒にいる人はきちんとした人に思われたいっていうところから相手にはちゃんとしてほしいみたいな考え方になるんではないんでしょうかね。軽くね恋愛とかについても見てみました。お付き合いとかだともしかするとおうちデートが一番ありかなと。景色がいいレストランとか、お店でピアノが鳴ってる雰囲気のいいレストランとかが好きかもしれないです。一人ではお店開拓はしません。自分が知ってるところであれば行けると。で誰かとご飯中の時とか、それちょっとちょうだいとかっていうのは NG です。いやいや、え、そっちあるでしょ、これは私のところみたいな、あんまり嬉しくない、良くないっていうような感覚を持ってると思います。僕はねそれちょうだいって言ったら、あ、じゃあ代わりにそれちょうだいって言いますけどね。いろいろと興味が湧きやすく幅広く浅くタイプです。その中で何かこれ見っけたとかあれば、パチンコのね確変が起きたかのようにそれを没頭するっていうようなタイプですね、うん、また自分はどう楽しむかを考えます。子供心を持ちながら器がでかいタイプですね。目立つ立場じゃないとダメ。自分で自分を盛り上げてます。モチベーションをね。高い地位を得ようとします。アニメのキャラクターで言ったら、ルフィとか、悟空とか、あとは、クレヨンしんちゃんのしんちゃんとかね。そんな感じだと思います。けど、そういうポテンシャルを上げていかないと、ちょっとね、大変だと思いますよ。本当すごいなと思います。で完璧主義で、無言で不機嫌になりますね。負けは嫌いだけど一回落ち込むと周りも心配するほどとことん落ち込みます。あれをしなきゃよかった、なんてことをしてしまったんだろう、私なんてみたいなね。本当に自暴自棄になるんじゃないかっていうぐらい落ち込むかもしれないですね。話は大げさでドラマチックです。花より団子とか東京ラブストーリーとか、そういうドラマチックな恋愛だとかね、好きだと思いますね。私を見てかんで、人生は快楽と情熱で自分らしさを大切にします。目利きが効いて、果物で言ったら普通のさくらんぼより佐藤錦、梨の香水より21世紀みたいなね。ステータスを好み、ステータスがある人も好きです。ちなみに白石さんは群馬県出身なんですけど、もしかしたらあんまり故郷愛っていうのが薄いかもしれないですね。榛名山とか赤城神社とかね、すごいパワースポットのめちゃくちゃいいところがあるので、いいとこなんですけどね。ちなみに僕は好きです。うん、まあね、本音のところはどう思ってるのか、間違ったらすいません。またずっと若さを保つ、そこに熱心です。物事に対しては全力で取り組みます。個人的な気分で左右されやすいところもあると思います。でお風呂上がりは鏡をね見て自分の体をチェックというか、生まれたての自分どうみたいな感じで見るんじゃないかな。まあ生まれたてとかね思わないかもしれないですけど、お風呂上がりは鏡をチェックすると思いますね。そこで美意識を保つみたいなね。一途で片思いだと何年でも待てちゃうところがあるかもしれないです。
大黒摩季さんでいうところのあなただけ見つめてるっていう歌、あれが白石さんっぽいなっていう感じですね。安定志向で褒められれば伸びるタイプです。変化することには苦手意識があるんですけど、今回のライブはよりいい、いつも以上に自分を見せられるように成し遂げられるよう頑張ると思います。それによって、まあ、ライブもね成功させるのではないでしょうかっていう感じですね。まあアイドル業はね、こうやって成功していくことにはすごい大変だと思うんですよ。僕がアイドルだったら絶対無理ですけどね。本当に素晴らしいなと、尊敬するなっていう感じですね。ということで見ていただきました、白石さんどんな人なのかなってちょっと気になっちゃったもんでね、勝手に分析をさせていただきました。こういうシリーズもあってもいいんじゃないかなと思って勝手にやっております。ライブ最後の公演ですか、ぜひ頑張っていただければなと。まあまあ頑張るんでしょうけどね、もちろん応援しております。ということで今回も見ていただいてありがとうございます。最後、ひでまるのもう一つサブチャンネルやってます。最近ね、いろいろ僕の呼びたいゲストとかね、友人とか出てもらってるんで、それはそれでね、気になった方は見ていただければなと思いますね。ということでまた更新させていただきます。また見てください。ありがとうございます。